前髪がこんな感じで、どうしてもここがね、こうなってる。今、毎回ピン、あれピンってなってる。そう、ここがね、で、必ずこうなっちゃう、うん、こっちは平気なのに、うん、今回は、シホが自分で髪の毛をカットしてみます。まとめるとね、果たしてうまくできるのか、失敗が許されない企画です、うん、不思議な。シホはね、ちょくちょく切って、こここれぐらいを切ったら様子を見る。あちょびちょび。そう。変わった？いやさ、これこんな。切ったまだけど。ひげみたい。めっちゃ切ったもんだけどな。切ってないよ。これぐらい？もうバシャーって。やだやだ、それやだ。お分かりいただけただろうか。何よ何よ。どう？ちょっと切ってるね、ほらここ。ここと、ここ、ほんだ、ここ切れたから、まっすぐにするためには、ここの出っ張ってるのを切ったら、うん、あとここだね。ここほら、こうするとほらこうなる。本当だ。何それ。これいつもこうなる。そう、いつもこうなる。まだ長いね。ちょっと。なんでこんな長いの？もっとバッサリいったら。これぐらい？うん。うん、眉毛の上ぐらい。やだやだ、眉毛絶対。パパは切ったの？いや、大丈夫。まだ長いね。うん、なんで結構切ったはずなの？なんでこんな長いんだろう。なんでじゃない。反対側は大丈夫。うん、そう。本当だ。ここだけなぜか出っ張る。なんか真ん中からもう長いの。鼻の。ここからでしょ。そうそうそう。すぐなったよね。うん。うん。ほら。ちょっとなんか、もうちょいじゃない。あれぐらいですよ。あ、そっか。ああ、いいかも。ほら。うん。慎重に切んないとさ、納得いかないさ。うん。いいでしょ、これね。うん。あんま変わってなくない？変わってるよ。ほらほら、いっぱい毛がついてるでしょ。本当？はい、ごめんね。結構切ったよ。でーん。ほら、結構切ったじゃん。めっちゃ切ったじゃん。ねえ、私いつも目にかかるかかからないくらいが好きなの。うん。おじいちゃん、今度美容院行って
もう店員さんがお任せしてもらう。ねえ、もうそれでもし坊主さんだったらどうするの。それは諦めよう。切ってくれる美容院募集してます。コメント書けないのでツイッターでお願いします。ね、あと TikTok もコメント見てるのじゃないですか。じゃあ TikTok からツイッターで切ってくれる美容院、はい、大募集。ツイッター、インスタでもいいよ。あ、そうだね。増えていく。視聴者さんでさ、家が美容院とかないかね。すごくないでしょ。あなたのお家に行きます。美容院だったら、うん、それでさ、美容院じゃないけど切ってあげましたよ。どうしよう。どうする。ゆりさん、めっちゃカタカタだったらどうする。失礼だけどさ。それはもう諦めよう。諦めるの。まっすぐ、まっすぐなってるから。お、いいかも。結構変わってるね。変わってなくない。めっちゃ変わってねえよ、シフォン。すごい。グミ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 ペア。サンディーなおやつだな。